こんにちは、星座チャンネル、レンとアンナとアキです。よろしくお願いします。本日も皆様に今のニュースをお届けいたします。本日までのコロナの状況です。最初のニュースです。マンダレ地方のミャンマー赤十字社は洪水などの災害に被害を受けた地域への支援準備を発表しました。蚊やマットレステントなどを1000世帯分の生活用品が用意されています。現在のイアワリ川の水位は1012cm で、期間域は1260cm だそうです。1012cm がフィートだと33。33フィート。で、1260がフィートだと41。はい。だから41フィートになったら危ないよっていう。ちなみに何もやってなかったけど、ミャンマー赤十字社ご存知ですか？赤十字社がね、レッドクロス。レッドクロスソサエティって書いてある。レッドクロス赤十字、赤ってレッドね、色の赤。ああ、レッドクロス、そう、クロス、はい、うん、の、ミャンマー、はい、あ、いつも助けてるの。そう、はい、で、まあ、毎年これだと思うんだけど、ある意味ね、はい、エアワティ川のね、はい、水いっぱいになっちゃうから、はい、災害に被害を受けた人に支援しましょうねっていうので、蚊帳っていうの分かる？蚊帳ってさ、寝るときにさ、ベッドとかお布団にさ、はい、蚊が入ってこないようにする。あー、蚊帳、そう、蚊帳、あれ、よく蚊帳、セナオグラ、そう、あれ、そう、日本語だと蚊帳っていうのね、はい、そう、こういうの毎年やってるんだね、はい、そう、この蚊帳はね、青い、うん、青いの？青い蚊帳で、うん、蚊がこの蚊帳の隣に来ると、うん、なんかなくなるようになんか、薬で作ってた、はい、これはなんか毎年なんかどんな町でもなんか無料でタダで支えてます。いいね、はい、いいね。次のニュースはダールニャマジャットの川瀬そばについてです。ダールヤスニャマジャット中の進行が止まらずニャマ州を銀行は貯金の1週間で3900万ドルのドル買い介入を行ったが効果がなく、原因はガソリンの輸入が減少しているためだと語った。ねえ、ちょっと難しい意味分かった？いつもさ、ママうるさいじゃん、はい、今1ドルいくらだよってうるさいじゃん、はい、っていうね、その1ドル、はい、今日がね、15日の夕方なんですが、1ドル1368チャットなのね。金の値段はちょっと高くなった。今、ミャンマーの金の値段は高くなってる。金は、その、円もドルもそうだけど、はい、ユーロもそうね、はい、変わるでしょ、はい、ね、お金ってさ、たまに紙くずになる時があるね。まあ、使え、紙になっちゃう、はい、まあ、例えばミャンマーで1チャットだけ持っててもどうしようもないでしょ、ね、っていうのが起きるんだけど、たまにね、はいはい、で、金は割とどこの国でもね、今レートがいいのよ、まあ、買っておけば金、はい、で、またなんかおったら、そうね、まだ思ったから、金の値段のドルのもの値段は一緒と思うの、うん、金の値段は高くなったら、ドルの値段も高くなったらと思うの、うん、今はね、今は違うね、はい、そうで、調べたんですよ、私、はい、10月22日、去年の10月22日のレートが1ドル1536チャット、はい、で、1月16日が1472チャット、3月10日が1343チャットで、まあ、徐々に、そうで、今日が1368なんで、3月の時と比べたらあまり、うん、でも去年悪いではない3月と比べたらね。そうで、これがそう、ミャンマータイムズに、車のニュースで載ってて、はい、
高級車がね、このドル安が続いてて影響を受けてますよっていうニュースがミャンマータイムズに載ってたんだけど、はい、ね、そうだよね、私も困るなと思ってなんでその輸入業者にもね、ドル影響を受けるんだよね。そうですね、とてもね。你好，也别怪你啊，过来。来，后面那个胡说。你先给大家。我现在是过过糊涂的，那个顔が四角みたいになっちゃう。そんなことないよ。顔の形綺麗よね。私はでここの骨しっかりしてるからあんま好きじゃない。ちょっと顔。あ、そうですか。そう。なんかさ、ごつく見える。うん。ありがとうございます。顔ちっちゃくて綺麗ですよ。下と下綺麗です。まあ綺麗ですよ。私は自分で好きじゃない。自分の顔自分で好きじゃない。他の女の子の顔みんな好き。それどの国でも一緒。自分のことはあんまり好きじゃない。他の人のそうなりたいとか個体差があるね。個体差、個人個人個人。はい、日本人でも、はい、自分の顔のこと大好きな人もいるし、はい、あんまり好きくない人もいるし、日本人でもそうでしょ。あの自分の顔好きっていう、はい、芸能人とか多いんじゃない。モデルさんとか自分に自信がある人。ミャンマーの女の子たちあんまり自信がないんで。あ、そうなの、はい、みんなね可愛いよ、ミャンマーの子たち。で自分であこの女の子綺麗な、そうなりたいとか、うん、自分がね、どんなのか、うん、芸能人でもありますよ。だから、うん、自分でサージェリーとかしたりしますね。ね、では自信持ってるね。いけるかな。ママは自信持ってる。あ、でもね、あのね、なんて言うんだ、私はほらポジティブだからさ、自分もさ自分で一番愛してあげないとかわいそうでしょ。そうだよね。だって他の人がかわいいって言ってくれるわけじゃないんだからさ、自分のことぐらいも自分で認めたいとか。そういう時に他人に言って自分の顔かわいいなーとか自分で言って、他の人はかわいいな、自分自分で納得してればいいタイプだから他の人にどう言われてもと。多分私だとなんか自分より他の人の話を気にするタイプ。気にするんだ、はい、ね、別に気にしたところで顔変わんないもん。そうね、それはそうですけど。そう、まあでもほら女の子は売ってしまうから ね、うん、あのすっぴんだと自分でもなんか、うん、わからない、当たったれとか。でも日本人はね、間違いなくね、ミャンマー人の顔がね、羨ましいんだよ。日本人ってはい、まぶた、はい、そう、一重とか奥二重でしょ。私もこっちが奥二重なのね。だからリンとかアナも綺麗ね、二重ね。そう、綺麗な目に憧れるし、あの鼻低いでしょ、はい、私もそうだけど鼻低いから、ミャンマーの子は割と彫り深い顔してる子多いでしょ。そう、目が大きくて、鼻が高くて、唇が分厚い子多いから、すっごい日本人の女子はね、ミャンマー人の子ね、大好きよ。そんなのないんですか。そうよ。だから生きようぜ。それでは本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それではアンナとリンとアキでした。バイバイ。バイバ今日顔違くない？
自分で眉毛大きくなった。なになに、眉毛描いたの？あ、眉毛え眉毛哦，也是眼角的。眼眼角的，我们眼角的朋友，那个双眼皮吧。今天我ちょっと早くやって、起きは遅くなったから、起きの時間は。起きる時間が遅くなったから。化粧時間遅くないな。一人で眉毛やったら起きなんだ、自分で笑って、花と鼻梁が、鼻梁がやって鼻も笑って。変わる時間もないから、そのままで。で今ちょっと動画撮っちゃったから、みんな見るけど大丈夫？大丈夫。でもね、ずっと言っても自分の眉毛見て笑ってる。どうあやまらゆ。ニコニコね。ちょっとね、ちょっと最初見た時から今日思ったよ。今日顔違うなと思って、でもちょっと面白いから。可愛いよ。